さあ、寒いですよ。昨日までなんかあったかかったような予感がしたんやけども、急に寒いな。買いに行かなかったんですけどね。おかしいな。車にね、あれ言うとあかんのかな。車に財布を置いてたはずなんですけどね。出かけてみたら財布がないんですよ。出かけてみたら財布がないんですよね。車にいつもの場所に。あれとかと思ったけど、もういいかと思って。なかったらないでなんとかなるやろみたいなところですよ。今の日本はやりたい放題やな。みんなで、国会議員もやりたい放題やったら、何でももうやりたい放題で、やったもん勝ちやみたいな。あのね、中古のプラモデルをね、中古のプラモデルを恐ろしい金額で、中古のプラモデルは恐ろしい金額で売っといて、で、おかしいやんって言ったら、責任が取られへんって言うねん。中古のプラモデルね、人にね、高い値段で買わしといて、どうしてくれんねんって言って、不良品やんけって言ったら、どうし、責任の取りようがね、見当たれへんって言い出すね、店が。どうするもこうするもあれへんがなって、ちゃんと、ね、ちゃんと、表記した内容やな。現状復帰してもらわんと困りますよ。ちゃんとした状態にしてもらうの困りますよ、って言うとね、いやいや、送り返してくれたらお金返します。いやいや、返せへんって言って、あんたら返したらまたお前誰かに売ろうとするやろ、言うて、返せへんよ。お金払ってる時点で私のもんやん、言うて、これの攻防戦が、続いておりまして、はい。とうとうやで。とうとう現金書き留めが5件目ぐらいになったっていうの。返してもらってね、お金をね、適正価格がね、明らかに適正を書いた金額で売ってるわけやから、適正価格にするために、あなたが分かれへんにやったら僕が適正価格を言ってあげるからって言って、その金額でこの商品はもらえますんで、だから悪いですけど余分に払ったお金は返してください、はい、で決めてあげるからって言って、これはなんぼ、これはなんぼ、これはなんぼ、これは不良品やからなんぼ、これも不良品でこういう理由やからなんぼ、きちっと全部理屈が通った金額を、言いますんで、その通りにしてくださいっていうことでね、今日かな、現金書き留めが来てます。はい、でね、田舎って怖いで、ほんまね、昨日現金書き留めが来てたのよ。昨日僕ちょっと こっちにはおれへんかって、大阪におってんけど、現金書き留めが来てますよって人が電話ちゃうわ、もう人とおって話してる時にはね、なんか勝手に電話かけてきて、ほんで、現金書き留め来てるんですけど、田舎の郵便局ね、現金書き留め来てるんですけど、って言うから、僕の答え、私は今忙しいんけど言って、電話かけてくんのいいけどってね、電話かけてきたんやったらね、少しお時間いいですかとか、少しお時間いいですかとかね、まともなコミュニケーションは取れへんのみたいな。んで昨日の時点でね、夕方前ぐらいやったけど、明日来いや、今日のことね、明日現金かけとんやったら持ってこいやって言ってんけど、帰りやな、帰り郵便局寄って、おい、書き留め取りに来たったぞって、書き留め取りに来たったぞって言って言うたら、郵便局の局員、田舎の郵便局員はこう僕に言うね、書き留めが見当たりません、書き留めが見当たれへんやで、どんな管理してんのって、郵便局って現金書き留めがね、見当たれへんって言うね、うっせえろみたいな、え、
書き留めが見当たれへん、ええー、みたいな、俺んとこ電話かかってきてるやんけ言うて、郵便局から、郵便局がいいやつから電話かかってきてんの、書き留めが来てる言うて、確かに来てんねやんか、来なあかんねんけど、ほんだら書き留めがどこにあるか分かりませんって言い出して、お前かっぱらったんちゃうやろなみたいな、じゃあ田舎の郵便局そう言うんやで、ほんまにないっていうね、書き留めがないっていうから、親切に取りに来たってんから早出せよって言ったら、ないっていうね、書き留めが、お前かっぱらったんちゃうやろなって、窃盗罪やんけ言うて言うたら、いや取ってないですよ、 なんでないねん、取ってないんやったらなんでないねんとかって言ったら、いや分からないですよ、ないんですから、ないんですからで終わんねんで、田舎は現金書き留めがなくなっても。んで今日やな、昨日探させたけどどんな探してもないよね、書き留めが。お前だって郵便局員は現金書き留め家に持って帰んのかよみたいな現金書き留めがねない言うねんで、家持って帰ったんかよ言って、それか何や、あの配達したらそのまま直行で家まで帰んのかよ、直行直帰いうやつやな、直行直帰で、あのそのままお前家に郵便物持って帰ってんのかよおいって、だから郵便が届けへんのかって、届けへんねん、届けへん郵便があるんですよ、この田舎に来てから郵便が来えへんやつがあんねん。ほんで裁判所も何回かあってん、郵便が届けへん、みたいなことがあって、でとうとう書き留めがない言い出して、ほんでかっぱらったんちゃうか、盗んだやろって言われて、盗んでません、なんでお前あれへんのに盗んでないってわかんねんとか言って、ここやんか、国会議員もそこを突っ込むよ自民党にみたいなあれへんっていうことは盗んでんの違うのか、で盗んでません、盗んでないってどこのどの書き留めの番号かも分かれんのに、盗んでないことだけ分かんのかよって、お前らお前そこら中で人のお金かっぱらってるやんけって郵便局はってで言われて、で結果として見つかれへん、書き留め見つかれへん、書き留め見つかれへん言うて、んで今日かな、お昼前ぐらいにあの怪しい電話番号のやな、着信履歴あるから、その怪しい電話に朝電話したら、私が書き留め持ってますとかって言い出して、私が持ってますやで書き留め、うっせえろみたいな、お前家に持って帰ってたんかよ書き留め、現金書き留めやで、現金書き留め持って帰ってたんかよみたいな話になって、いや持って帰ったんじゃないです、帰んのが遅かったんで、あーとか言って電話もしてけへんのんだなって、ほんで最後はなんか現金書き留めをポストに差しとくとか差しとけへん言い出して、お前お金入ってんねんでみたいな、田舎の郵便局、現金書き留めサインもらわんとポストに差して帰ろう言うねんで、お前かっぱらってんねやろお前って言って、かっぱらったんが盗んだんがバレたから言ってね、盗んだんがバレたからお前自分でお前持ってきて誘ういう作戦違うのかよ言うて、普通サインとかあるやんけみたいな、現金書き留め田舎怖いで、そら郵便もなくなったらやで、郵便物もなくなったらや、そら届けへんって言われるわみたいな、怖いで田舎って、現金書き留めポストに刺して帰ろうとか、昨日帰んの遅いからとか言ってねえね、そんな郵便物もある町でもないのに、これね人がすごい住んでるわけでもないやん、正直やけど郵便使う人を言うたら多分5000人もいないと思うねんな、多分こんな地域で、であれへんあれへんあれへんで、最後はあれや、何やこのテスラ気持ち悪いで、あれへん言うて、で電話したら今近くまで来てますとかって、気持ち悪いで持ち歩いてんねん、ずっと書き留め、中はちゃんと入ってると思うねんな、あれ開けたらあかんから、中
ハンコ押して封印してあるから、中のあのお金自体はあの盗んだらバレるからね、開けたらバレるからやけど、怖いで怖いで、ちょっと遠入りに行くわ先にほんまに怖いで、恐ろしいな郵便局って、田舎の郵便局って書き留めパクっていきよんねみたいな。あら、あら、ちょっと待てよ、あ、ちょっとピンチやな、大ピンチやな今。スペアで持ってるお金のあの入れ物が見当たらへんかったな今。ちょっとスタンド行ってちょっと探してみよう。やばいんじゃん最悪はもう猫餌だけ買って帰ろう。猫餌だけまだね 1.8 ぐらいあんねんな、1等間で。お金隠してあるところがあれ、田舎のやつかっぱらうからな、人のもん勝手に危ないからな。見てみよう、今なかったらローソンで、やばいやんやばいやん、猫餌だけ買って帰ろうか。やばいな、ちょっとやばいもんしかあれへんかったわ今見たけど。入って出る、入って出ようか。パンはあんねんな、明日のパンはあるやろ。え、他のもんもあんねんな。灯油諦めて、あのあれや、食料品とあれだけしようか。めんどくさいな、両替してもらおうかな、それか千円札にしてもらって。でもあんまりちょっと言われんねんな、この辺のやつらもあの泥棒みたいなやつがおるからな